はい、おはすみよーし。バーチャルシンガーソングライターの元住吉奈々緒です。今日は映画の感想ですね。嘘800なぎわゆえの陣を見てきましたんで、そちらの感想を話していきたいと思います。おはどうございます。おはどうございます。絶対受けないと思うんですけど、どうですかね。スピンにハマる人たち、この挨拶だったらもうダメだと思うんですけどまあいいや行きます、映画嘘800何は夢の陣ですね。空振りばかりの美術賞小池典夫とうだつながらない陶芸家野田佐助のコンビの前に豊臣秀吉の出世を後押ししたと言われる7つの縁起物、秀吉七品の中でも唯一所在不明だった茶碗鳳凰の存在がちらつく。手にすれば一攫千金の幻のお宝となる鳳凰をめぐり、開催間近の大阪秀吉博や太閤と名乗るカリスマ波動アーティスト、謎の美女なども絡み合う騙し合いが繰り広げられ、小池野田のコンビ分裂の危機にまで発展するということです。コンビ分裂はいつもしてる気がするんですけど、多分どうなんでしょうね。いや、最初から分裂の危機だった気がするんですけど、どうなんでしょうね。まあコメディですよね。古美術とかをこうフックにしたコメディっていう感じ、でコメディであり、なんだ、騙し合いっちゃ騙し合いですよね。だからコンフィデンスマン JP とかとさ、やっぱ比べちゃうよね、そういうとこはね。そうすると、まあそこまでの騙し合いじゃない騙し合いじゃないし、なんかあんなすごい大荒れではない。あ、まあいいやまあそう、あんなすごいあれではないけど、まあなんかこう頭脳戦、騙し合いをなんとなくしつつ、面白いっていう、作品ですね。で、私知らなかったんですけど、嘘800シリーズ3作目らしいです。2018年に1作目、2020年に2作目で、2年空けて2023年に、今年に3作目ということみたいなので、まあ人気シリーズなんでしょう。面白かったですよちなみにシリーズ全2作私は存じ上げてないので見てないですはい、まあなので見てない、体で、見ました。いや、ちなみに映画のハッシュタグ、嘘800と、嘘800何は夢のうちなしです。で、良かったとこはね、幻の骨董品、骨董品業界みたいなのを、こう、ちょっと、なんていうのかな、フォーカスというか、フックに使ってて、まあ、そこの舞台設定とかが良かったかなっていうのと、あと、多分、それはまあ、このシリーズ全体としてそうだと思うんですけど、今回はスピリチュアル系の団体みたいなのが出てきて、スピリチュアルアーティストみたいな、波動アーティストみたいなのが出てきて、で、波動、お波動ございますとか言って、あのテンションで言ったらダメだよね、やっぱね。ちょっと、楽しくやんなきゃダメだよね。お波動ございます。ギャグテイストやんなきゃ。ギャグテイストでやったらスピ団体でも受けるかもしんない。スピリチュアルだとさ、スピリチュアルって基本的には自分が気分よく過ごせば、みんなも気分よく過ごせるっていうそういう発想だからさ、自分が気分よく過ごしてると気分のいい出来事が周りにからやってくるよっていう話じゃんなので、なので、おはどうございますで、ちょっと人笑いするっていう、こう、設定にしたらさ、波動高まると思いますよ。私、スピリチュアルのさ、波動って、気分のことだと思ってるね。波動を上げるってのは気分を上げるってことだと思ってます。多分間違ってない。で、あと、
で、アートにフォーカスしてるんですね、この作品ね。まあ、それはさておき、骨董品とかスピリチュアル団体とかっていうのを、こう、フックに置いたのは、個人的にはすごい楽しかった。うん、好きですね。で、アートにフォーカスを当てたっていうのがあって、まあ、なんだ、画家が、スピリチュアル団体にも画家がいて、こっちの何、詐欺団体にも、うだつの上がらない陶芸家、サスケがいるわけでしょ。で、この二人がさ、この二人がじゃない、その、サスケと、その、太鼓っていうアーティストなんだけど、この二人が結構、なんていうのかな、アーティストとして共鳴するところがあるっていう、片や陶芸、片や絵画なんだけど。で、そこに関しては、なんか他の友人がわからない領域なんでね。まあ唯一このお姉ちゃんだけ、お姉ちゃん？その太鼓の秘書みたいな人だけが、わかるっていうことだよね。ああ、そんな感じですね。で、あとコメディのバランス良かったですね。まあやっぱり、こう、実写映画として撮るっていうことを前提としたコメディの作りだから、いいんですよ。やはりね、コメディ、ギャグ漫画原作を映像化するとかって、多分、まあ大体きついんですよね。このギャグの部分が。実写でやるのに。そこのバランスがね、やっぱり良かったです。ちょっと前にブラックナイトパレードを見たからそう思ってるっていう。ことなんですけどね。漫画で読めば、ちゃんとしたバランスなんですけど、メディアの違いに対して調整を施す必要が私あると思うんだけどね。でもそれを施すとさ、原作ファンがこう、ぶーたれるわけですよ。で、原作ファンに見に来てもらいたい、ということで言うとそうなるみたいなことで、なんか変なバランスになって、で、結果、原作ファンが、実写やっぱダメだなってなるっていう。そういう感じよね。なんかどうにかならんもんですかね。あ、もっとね、どんどんアレンジしていってほしいですね。個人的には。ぼっちザロックぐらい。じゃあ次行きましょう。ここから細かい話でネタバレとかあるかもしれないんで、対ショック、対ネタバレ防御お願いします。各項目ごとにね、4段階で採点しようかなと思ってます。マイナス、プラマイゼロ、プラス、プラスプラスの4段階でいこうかなと思います。マイナスは、むしろ減点だと。ゼロは特によくわからない。プラスは良かった。プラスプラスは超良かったで。いきます。キャラクター良かったですね。キャラクター、そうですね。それぞれのキャラクターが、役が、まあ、バランスよく立ってましたよね。なんか、変にやばい、尖らせた立ち方ではなく、ギリ実際にはいないと思うけど、実際にはいないと思うけど、映画の世界観の中のリアリティでは、いてもおかしくないっていう、なんかリアリティの中に収まっていて、しかも立っているっていう、こう、絶妙なキャラクターのね、キャラ立ちのさせ方、こう、個性の付け方だったと思います。で、私このシリーズ、見ながら、シリーズだってことも知らずに見てたんですよ。そうしたら、こう、全く説明ないような感じ。説明っていうのも、なんていうの？ストーリー上の説明だよね。説明台詞があるとかそういうことじゃなくて、ストーリーの中でこの人はこういう人ですよっていうのがさ、まあなんか、普通は、新しいキャラクター出てくるときってあるはずなんですけど、ないのよ。ないキャラクターがいるのよ。そうすると、これシリーズものだわって思って。
ドラマ検索なのかなとか思ったりしたんですけど、まあ、結果、映画シリーズの第3弾でしたっていうことですね。で、まあ、初見だと、まあ、だから説明がないんで、どういうキャラクターか分かんないっていうキャラクターも、まあ、脇役ですけど、いました。ただ、主人公2人ですよね。に関しては、まあ、説明があるというか、ちゃんとそこが描かれてて、うん。そうですね。まあ、なので、まあ、ストーリーを追う上では、まあ、問題ないといえば問題ない。ただ、全くの初見だと、置いてかれる部分もあるっちゃ、あるっちゃあるのかな？どうなんだろう。まあ、気にせず見れば問題ないですね。で、気にせず見てもストーリーは追えるんで。ただこのキャラクターなんだろうっていうのが気になったら、まあ、前作とかを見ましょうみたいな。前作、前々作を見ましょうみたいなことなんでしょうね。はい。まあ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 、よかったですよ。なので、そこの、なんていうのかな、設定とかも全然問題なかったと思います。で、世界観設定も良かったですね。まあ、骨董品の世界っていうのもあったし、とか、スピリチュアルの団体の話とかっていうのも、まあ、先ほど話しましたけどね、個人的には、面白い要素。何？骨董、スピ団体がなんか、水売るんだよ、やっぱり。スピ団体イコール水売るんですよ。やっぱね、絶対売るのよ。なぜかわからんけど。それでさ、で、秀吉七品っていうのが出てくるのよ。これは架空の架空の骨董品なんですけど、秀吉が天下を取った時にこう使った7つの品みたいなのが出てきて、草履が出てくるのよ。まあ、その草履が出てきた時点で嘘だろうっていう。まあ、フィクションとしても、フィクションなんだなってのは分かるんですけど、懐に、織田信長のね、草履を懐に入れて温めておきました、みたいなこと言うじゃないですか。伝説のエピソードあるじゃないですか。あの草履が、現存してるみたいな。現存してんのかな？あの時の草履のエピソードを忘れないために草履を作ったみたいな、そういうことなのかな。わかんないですけど、まあ、草履が骨董品としてあるみたいな。とかね。まあ、なんかいろいろあるんですけど。で、まあ、最終的にこの七品が、まあ、なんか、伏線にもなってるっていう面白さが、さとか。まあ、まあ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 、なんていうのかな。まあ、嘘だってことはわかるんですけど、まあ、そこの、嘘だっていうものもちょっと面白いっていうところで良かったですね。この舞台設定として。個人的には楽しかったです。まあ、人によってはリアリティないって思うかもしれない。雰囲気はね、全体的に軽い雰囲気で、つるっと楽しめて良かったです。ギャグテイスト。まあ、なんか深刻そうなシーンとかって、まあそんな深刻そうなシーンもないんですけど、まあ全体的に軽く見れて、まあ軽い範疇でこう浮き沈みがあるみたいなとこだよね。よかったな。まあつるっと見たい方は見たいんじゃないかな。テーマ、哲学もよくわからない。あんまり難しいこと考えちゃいけないタイプの映画なんですよ。頭脳戦なんだけど。でさ、個人的にはやっぱアートは降りてくるのか来ないのかみたいな話はちょっと気になるよね。私も昨日曲を書いたりしましたけど、この動画が出るときは一昨日なのかな。ということは今夜も曲を書くのかな。わかんないんですけど、
まあ、降りてくるのかどうかってちょっとよくわかんないんですよね。どうなんですかね。降りてくる、まあ確かにアイデアがパッとひらめいていいって書くときあるんだけど、どうなんでしょうっていうところなんですけどね。まあ、まあ、こう夢の中でこう映像が浮かぶみたいな話、がね、こうあったりとか。私ね、夢って、あんまり覚えてないタイプなので、ダメなんですよね。夢から着想を得るっていうのは難しいんですね。なんかさ、夢から着想を得た人っているじゃないですか。便箋感を発見した人とかさ、そういう感じじゃないんですよね。はい。そんな感じのところがちょっとありましたね。で、象徴は特に何も聞いてきてないかな。紙芝居とか、秀吉七品だよね。秀吉七品にしよう。秀吉七品とかさ、その辺が小物としてあるんだけど、これがなんか、象徴的に何かを表しててとかってことは特になく、まあ、秀吉七品にかの方法に関しては、まあ、マクガフィンだよね。マクガフィンとして、まあ、みんなで取り合います、みたいな感じで、やられてました。さて、キャスト、中井貴一の声良かったですね。中井貴一の声良かったのと、あとなんだ、中村ゆりさんが、綺麗でした。お綺麗でした。はい。もう40ですけどね。はい。在日三世なんだ。へぇー。2007年に、パッチギラブ&ピースで、主演したんだって。なんか全然見てないな。こう、中村さんの映画。なんか見てんのかな？見てはあんのかな？ほんと縁がないですね。どうでしょう？ないね。全然ないね。はい、まあそんな感じですかね。はい。というわけで、総合得点4点でした。キャラクター、世界観、雰囲気、キャストですね。この辺が良かったと思います。まあ4点ですけど、つまんない映画ではないですよ。全然。面白いですよ。見て損はないかなっていう感じですね。まあ映像がなんかすごいとかさ、アクションがすごいとかさ、なんかめちゃくちゃすごいなんかっていうのもないし、なんかストーリーとか、なんかどんでん返しがすごいとかってことも特にないんですけど、なんか、ぬるぬるぬるっと進むからね。なんだけど、まあ、雰囲気、楽しい雰囲気、始終楽しい雰囲気で、楽しく見えて、よかったと思います。そう。いやいや、全然楽しく見えて。まあ、そうね、でも、大爆笑ってわけでもないのよ。なんでしょうね。なんだろう。安心感というか。なんかね、そういう感じの映画でしたね。はい。まあ、興味があれば見てみたいんじゃないでしょうか。というわけで。いやー、映画って本当にいいものですね。それでは、さよなら。さよなら。さよなら。ちょっと、エンディング。よいしょ。オープニング出してないわ、今日。オープニング出していい？今。
せーの。じゃーん。はい。間違えましたね。すべてを間違えましたね。というわけで、さよならです。さよなら、さよなら、さよなら。じゃーん。